西部タトラタトラ山脈は、ポーランド南部からスロバキア北部に広がる山脈。ポーランドとスロバキアの国境に位置し、両国の自然的国境を形成している。東西約5 5トル南北約1 7トルで、うち約80%がスロバキア領、残りの20%がポーランド領に含まれる。スロバキアを象徴する山であり、 スロバキアの国家にも歌われている。カルパティア山脈の北辺に含まれるタトラ山脈は、最も高い山と変化に富んだ地形が特徴で、結晶変岩、河口岩、変魔岩からなる。山脈の西側は、氷河地形と、高原草地が混ざり合い、東側は切り立った崖と、氷河地形で構成される。山脈に含まれる、氷河地形には、カール、氷河湖、 堆積地などが挙げられる。東部でも特に元素な地形はビソ系タトラと呼ばれ、スロバキアの最高峰ゲルラホースキーボン、スラウコースキーミネなどが連なっている。山間部には、プレソと呼ばれる湖が点在する。ビソ系タトラの南には、ニスケタトラが、東西約1 2 0トルにわたって広がる。タトラ山脈という語は、一般的にビソ系タトラを指して使われるが、 講義ではニスケタトラも含まれる。景観保護のため、1949年にタトラ山脈は国立公園に指定された。動植物賞が豊かな地域でマーモットやカモシカなどが生息する。ポーランド、スロバキアの両方に国立公園に関連する展示を行う博物館が開設されている。16世紀にはクリバンで金の採掘が行われていた。 1944年のスロバキア民主放棄の際にタトラ山脈はパルチザンの拠点となった。また20世紀に入ってタトラ山脈の観光地化が進められ秘書地、ウィンタースポーツの施設が点在する地域となった。ポーランド領のザコパネ、スロバキア領のスタリースモコ別などが秘書地として知られている。スロバキア領では 多くの電車やバスの発着地であるポプラドタトリが、ビソ系タトラへの入り口となっている。タトラ電気鉄道で、ポプラドと結ばれているスタリースモコ別が、滞在の拠点となっている。タトランスカーロムニツァからは、タトラ山脈で3番目に高いロムニツキーシュティとの山頂に向かうロープウェイが運行されている。ありがとうございます。